真っ白の恋は日本の映画作品。富山県出身の新人監督、坂本金光が2014年春より制作を開始し、出身地である富山県で日本のベニスと呼ばれる伊水市の新港内側を中心にオール富山県ロケで撮影を行い、3年をかけて2017年2月11日に撮影地の富山県で先行公開。 同年2月25日アップリンク渋谷より順次全国公開キャッチコピーは恋をしたまじろは普通の女の子でした渋谷真っ白は生まれてからこれまで家族と共に富山県伊水市の新港内川地区で暮らしている見た目にはそれとわからないが真っ白にはごく軽度の知的障害がある日常生活に支障はなく現在は 父の営む自転車店の店番をしたり、飼い犬の世話をしたりと元気に暮らしている。ある日、兄の結婚式で神社を訪れたマジロは、東京からやってきたフリーカメラマンゆ井圭一と出会い、彼に恋心を抱く。脚本家の北川は、自分の弟がヒロインと同じ程度の知的障害を持つことから着想を得たという。ABCD 公式 HP。 ハット AB ムービーウォーカーハット AB 映画真っ白の恋ロケ地マップハット AB 真っ白の恋公開記念特番新人坂本金光監督三年かけたデビュー作真っ白の恋公開に万感ようやくここまで来られた映画ドットコム http:// コロンススラッシュスラッッシシュュ映画 .com スラッシュニューススラッシュ20170225スラッシュ14スラッシュ2018年4月13日閲覧。シネマライフ真っ白の恋佐藤美雪単独インタビュー第4回なら国際映画祭コンペ最高賞はイラン映画ホスピタリティに国内外ゲストが感激。映画 .com http:// 映画 .com スラッシュニューススラッシュ20160922スラッシュ15スラッシュ2018年4月13日閲覧。福井映画祭 11th 受賞結果を発表いたします。福井映画祭公式サイト2018年4月13日閲覧。第32回高崎映画祭最優秀作品賞は坂本淳二監督 エルネストに決定。映画 .com。http コロンスラッシュスラッシュ映画 .com スラッシュニューススラッシュ20171221スラッシュ12スラッシュ2018年4月13日閲覧。ありがとうございます。